ラジオなのにロケ、ロケなのにラジオ、台本もない行き当たりばったりのロケで何が起こるか誰にもわからない。この番組は僕ヨナガ翼と僕畑中タスク、そしてスタッフさんたちが男同士で成り行きで遊ぶ様子をお届けする番組です。超便利、これよくね、これどうやって開けた、押すだけで開くの、押すだけ超便利、じゃあなんか缶とかもうここにポンって置くだけ、超便利これこう持ってきたやつをここでこゴムをここに持ち上げて、うわうわうわ、こうやって結んで、うわやるし、細かい成り行きナイト、どうしよう、すげえ楽しい。お客様、あ、はい、こちらでしたらご、あ、来た、これだったら、あった、なるほど、買います、の方はこちらです、なんか、なんか、あ、そうなんですか、でもこれはあるんですね、はいはい、じゃあ、はいはい、じゃあこの振り子時計、振り子電波時計切って、じゃあ、じゃあこの辺の壁のボード見ますか。よし。すげえおしゃれ。一人暮らし。今すげえこれにすごい傾いてる。これだって。けどこれでしょ。これですよ。これがセットでも。セットでこれです。嘘嘘。本当ですよ。え、俺びっくりしちゃって。安っ。え、でもこの壁に合いますか。いや全然これにこそ合うような気がするけどな。まあありだな、あり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 だな。ありじゃないですかね。どうしよう。これかな、うん、こういうのもいいですよね。あ、写真がねだから その確かに、まあ、だから俺そのチャリの写真だったらよりかはこっちなんですよね、うん、はあ、バスの、うん、これいくらだ、これじゃないこれなんですかね、ないですよ、ね、嘘、在庫聞かないとなんかじゃないですか、え、これちょっと見たい、聞いてみます、じゃあこれ聞いていい、これすいません、これでこれの全部を確認してもらっていいですか、こちらですか、これってありますか、あ、こっち側にも、写真立てもね、おしゃれ、写真立て起きてえな、ファミリー的にはこういうのありじゃないですか、いや、めっちゃありですよ、写真立てすごい好きなんですよ、こういうのとかすごい好き、ね、これとかすっごいおしゃれですよ、めっちゃおしゃれ、すいません、お願いします、今なってね、ああいう額に自分で撮った写真をこう引き伸ばして入れる人とかもいるしね、うん、なるほどな、あとボード買ってコルクボード買ってそれにこう、ね、写真ね貼ったりする人もいるし、ね、いますよね、うん、え、あ、ありました、こっちにありました、はい、これに写真を入れてるんだ、やっぱり、え、で写真は売ってない、あ、こちら多分見本品なんで、あ、そういうことだ、額縁ってことだったんですね、そういうことか、だからやっぱさっき言ったみたいに自分で気に入った画像を引っ張り出してきて、ことですね、なるほど、ね、ってことはこれはでもこれは違いますよね、これは写真ありのやつですよね、冒頭ですもんね、こちらはそうですかね、はい、じゃあもうこれ、じゃあこれにしましょう、はい、すいません、ありがとうございます、ありがとうございました、でかいな、やっぱりテンション上がりますね、ちょっと、うん、さあ、じゃあこれとこれ買って、うん、そっち進んでみましょうか、あ、これもしかしてあれじゃないですか、ボックスですね、あ、ボックスあります、ボックスありましたね、あ、マジか、下に置きたいな、あ、これこういうこと言ってるってこういうことですよね、まあ、そうです、ちょっとでかいんですよ、これだと、でかい、うん、明らかにでかいんですよ、これを縦にするとかそういうこと、そうなんですよ、こういうのがいいんですけど、うん、こういうのがいいんですけどね、うんうんうん、ただ白のボックス、茶色があればいいなって思ってるんですよ、ね、茶色はここにはないな、あんまりね、なかなかちょっと難しいですね、木造になっちゃう、木製になっちゃう、こういう多分茶色、木製か、でも木製でもいいんですよ、ちょっと重いなっていうところが、ああいうちょっとバンブーカブとかじゃない、こういう、あ、でもありです、ありです、全然できれば、ああいうのいいな、まあこれでできれば、すげえわがままを言うと、やっぱちゃんと蓋がついてた方が、なんかこう、そういうホコリとかから守れるみたいなのがいいですけど、なかなかないですね、確かにね、
これ傘立てですね。これあれですよ、はい、家のと扉に貼り付けるやつ知ってます？あ、そう、扉にそのまま置いて、そうそうそう、これめっちゃ便利です。これ下に置いて、これ上に貼り付けといたら、こういう風にして、これ超便利。いや、立てとかなくても。今って最近のマンションのドアってスチールじゃないですか。そうそうそう、え、買っていいですか？はい、いろいろあるよ、こういうのも。え、いいな、俺もこっち。これもなんか俺もちょっと欲しくなってきた。ちょっと欲しくなってきた。これでいいっすか？やべやべ、これがいいから。これ後ろのやつだね。え、ちょっと普通に欲しくなって、これ立てかけられる。え、これ何、この値段なの？安くない？そうそう、安い。すごい、結構力あります。あ、そう、こういうラップとかも立てられるんだ。これ、冷蔵庫、これいい。冷蔵庫の収納も、だから傘もできる。これブラウンって書いてますね。茶色なんだよ。あ、この奥のこの色、あ、ここの色が茶色ですね。マジかよ。だから、傘もちっちゃい、この、うん、すげえ、縦使いもできるし、横使いもできる、うん、両方もできるんだ、これ。あ、本当だ、こっち側にもついてますね、うん、便利だ、欲しくなってくるじゃん。自分たちも欲しくなる。やべえな、かぐやさん、本当。僕こっちですから、ね、黒でいいですか？扉黒の、なんかドアが茶色な、茶色、あ、何色だ、ドアの色に合わせてってことですね。そうですね、ちょっとですね、ドアの色が何色だ、確かに。どこに貼れるんですか？ここに貼る。いや、もうドアに全面にどこでも、うん、俺ここに、だからもうここに貼りたい。すっげえ具体的な。ここに、ここの、このスペースに行きたいんですよ。このスペース、あー、こっちか、それかまたこっちか。だからここにあの郵便受けがあるんで。なるほど、うん、こっちが高さが長い傘だったら、あのここに引っかかる、ね、だからドアノブに引っかかっちゃうから、だから逆側、うん、逆側の、はいはい、あのドアノブとか何もない方、はいはいはい、でこれを貼ろうかなと思ってて。それはいけんじゃないですかね。ちょっとあの郵便受けがどうなってるかちょっと分かんないんですけど。そっか、郵便受けがあるとちょっと。そうなんですよ、郵便受けがあるんですよね。ああ、郵便受けあるんだったら今ちょっとごめん、おすすめできないかもしれない。そっか、うん、そっか、フラットだったらね、フラットだったら絶対これは、これです、これ。あー、いけそうっちゃいけそうですね。こっちいけるかな。難しいタイプのあれだね。ね、指が入るやつ、ね、るやつ。ここだったらいけるか、これいっちゃうか。まあでも安いっすからね。黒で、黒かな、え、白かな、どっちかな。僕だったら黒かな。黒だったら黒気がするな。はい、かい、うちも普通に買おうかな。じゃあ、ヨナガさんも、じゃあ、ヨナガさんも。どうしよう、すぐでも迷うな。こっちと、ヨナガさんは迷うよね。悩んでます。めっちゃ悩んでます。まあでも、タスクの一通り見てからなと思って、考えよう。あ、じゃあ、ちょっと、ちょっと、じゃあ、シンキングタイム、シンキングタイムで。うん、じゃあ、これはちょっと、キープしてて。ラップはどうする？ボックスは、ちょっと考え、もう、はい。サイドテーブルの方がいいですね。そうですね。まあ、もしかしたら他のところにも置いてるかもしれないですしね。隠れてやっぱ楽しいね。楽しいですね。僕も一応実践しようと思ってます。あとはこういうキッチン下にマット置いておくと、長いやつ売ってるんだ。そうそう、油はねした時とかが床掃除しなくてもこれあるだけ。これ欲しいっす。全然便利だよ、これ欲しい。まあでも緑かな。でも別に、あ、まあカーテンと合わせるっていうのはあれですかね。これかわいい。あ、でもこっちもかわいいっすね。あ、こっちの方がいいけど、うん、こっちかわいい。だが、しかし、サイズがこれ 120? これ240でかい。あ、多分下にあったやつ。こっちですかね。緑でいいですか。うん、緑でいいですね。いいんじゃない。で、ここが、ゴミ箱そこね。あ、いっぱいある。ゴミ箱こっちね。わお、わお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 、やべえ、今日買いまくってんな。うん、でかい。これとかじゃないですか、ね、茶色の。あの、中に袋が見えないやつ。こっちの方がでかいっすね。あ、そういう系。なるほどね、もうガスンと置くやつってことね。こっちなんか気持ちいいっすよね、これ、うん、もうこれね、ちゃんと挟めるやつですよ、あのビニールが。お、ビニール引いてこれガチャってやる。マジか、はい、これいいっすね。これ、まあ、蓋型はこれだからね。
あ、ピザ別売りなん？ん？一緒一緒一緒。うん。セット。セット？セット。うん。蓋つけちゃう？どうしようかな。これなんだタイプ超便利。これよくねえこれ。どうやって開く？あ、押すだけ開くの？押すだけ超便利。じゃあなんか缶とかもうここにポンって置くだけ。超便利これ。踏まなくとかしていいやつだ。へえ。一人だったらこれ全然いいよ。俺これキッチンに俺欲しいなこういう系が。そうだね竹本さんのところ超。そうキッチンにはね中途半端な本当ビニール浮き出しだから。あるといいかもしれないですね。どうしよう。これは確かありかも、うん、欲しくなっちゃう、まあ、普通の部屋とかだったらこっちだと思うんだよね。ちっちゃいとか1000円だよね。1000円吸ったのこれ、うん、あ、本当だ安っ。これで匂いも出ないしね、うん、これキッチンじゃなくて俺部屋に置こうとしてるんですけどこれ部屋にこれはどうですか。でかいね夜中さんこれちょっと部屋に俺はないんですけど。そっちとか多分そっち多分さっき。ではないな。これは多分なんかキッチンタスクの部屋だとキッチンとかそこの洗濯機置き場の前あたりとか、玄関の脇とかにこれ燃えないゴミとか入れるかな。缶とかペットボトルとか。じゃあこれと俺ちょっとベッド脇のさっきのスペースに置いとくんだったらこれぐらいでも別に、まあ、隠して、うん、そう見えないようにするとかね。ああまあでも、まあ、確かにこれぐらい空いてるんですか幅ぐらい。うーんこれ結構見えてたら結構なスペース取りますよ。でもこれあれ結構分別が厳しいところに住んでるんで、はいはい、だこれともう一個こういうのとなんかペットボトルはペットボトルで分けられたりとかしたら最高みたいな。いや、わがまま言ってる。あ、いや、でもこれ蓋なしで半分半分とかで袋貼ればいいんじゃないですか。めんどくさいな。めんどくさいねだからこれとはいはいはいこれとあとは部屋に置くやつでこれじゃないですか。こういうのでいいんだよ。これぐらいで全然ね、十分だよね、うん、あ、これ挟めます。これさっき言ったここにビニールやってやるとビニールが見えないっていう。そうか、二重になる。よろしいな。多分スーパーの買い物の袋とかにも別にでちょうどですよね、うんうん、よろしいな。はいはい、これね、箱ね、これブラックとダークブラウン、うん、これダークブラウン、ね、うん、ホワイトもある。あ、ミニもありますよ、ちっちゃいやつ。これいや9リットルでいきましょう。でかいやつダークブラウンで、ね、ダークブラウン。もうゴミ箱はあればあるほどいい。まあまあ必要っちゃ必要ですからね、うん、あればあるほど僕は給食上がっていきますね、うん。入りますか。じゃあちょっと2階見てみますか。はい、なりゆきでーす。はい、ということですね、うん、ちょっと前にもちょっとだけお話ししましたが、うん、実はですねアニメイトタイムさんの時からですね、うんうん、こういったお便りをですね募集することができましてですね、やった続々とお便りが。本当ですか。ありがとうございます。嬉しい、はい、ありがとうございます。で今はですね普通のお便りとかですね、うん、はい、それと合わせてですねメインでですね成り行きファンミーティング目安箱といいまして、ファンミーティングので例えば衣装をどんなことを着るとか、うん、どんな企画をするかっていうのをですね、うん、メールで募集しております、うん、で、採用された方にはですね、うん、ちょっと素敵なプレゼントをあげようかなみたいなですね、うん、まあ、実施しておりまして、以前は、うん、ニコ生でやってたことをですね、こうやって、メールを使ってですね、うん、ラジオっぽくですね、うん、ね、いいですね、うん、はい、で実はこういっぱいたくさん来てます。すげえ来てる、はい、ありがとう。なんかあれですね、なんか一周回って新鮮ですね。なんか逆に僕らラジオっぽくラジオなのに、ラジオなのに、ね、いやラジオだよラジオこれ、まあ、そういうことですね、はいはい、てますので、うん、まず一つ目のメール、じゃあこちらちょっと長いんですが、はい、お願いします。まあ、すげえ、あ、なんだけど、成り行きネーム
リナさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。なりゆきナイトがアニメットタイムズに移籍されたということで、このいい意味で無謀な番組がますます繁栄していくことを祈る反面、ありがたい、知名度が上がって大丈夫なのだろうかという不安もあります。そうですね。がその安心して見ていられないところがなりゆきナイトの良さかつアイデンティティであると思うので、これからもそこそこ、痛快で刺激的な放送を楽しみにしております。うわ、さてファンミーティング第4夜開催おめでとうございます。ありがとうございます。一個人の意見ではありますが、何かの足しになれば幸いです。まず衣装ですが、ぜひつなぎを着ていただきたいです。なるほどね。つなぎ、うん、着崩し方やカラーにバリエーションがありますし、お三方が各々どのように着られるか見てみたいです、うん、あと単に作業着男子が見たいのです。なるほどね。おつなぎか。事前に、ペンキか何かで作業して、汚れていれば、なお良しですと。燃えます。なるほどね。ほっぺとかちょっと汚しちゃって。そうそうそう。次に企画についてもございます。ははは。前回の伝言ゲームが非常にファンとの距離が近く、かつ見ているだけでも楽しいいい企画だったので、またやってほしいです。新たに何か考えるとすれば、派生してしりとりをするとか、ラジオなどでよく聞くお題から連想するものを同時に言って同じなら成功、ゲームをキャストとファンとでやるとかどうでしょうかと、で普通のお題の他に、例えば畑中さんが演じる熱いキャラといえば、与永さんのここが女子な部分といえばなどやれば、ファンが声優さんに抱く印象も聞けていいのではないでしょうか。最後に貴重な声優さんに直接言葉を伝えられる機会なので、次回以降はまた、接近企画を復活していただければなと思っていますと。それではどのようなイベントになるか今から楽しみにしていますというお便りをいただきました。なるほど、ありがとうございます。貴重なご意見でね。いや、つなぎいいですよね。つなぎ俺も好きだから、つなぎいいね。やってみたい。確かになんかいろんな種類用意できそうですね、うん、色はまたですね、ね、メイクでここら辺の方がちょっとこう汚してもらえたら、ね、そうですよね。つなぎのペインティングっぽい、例えば普通に着るバージョンだったりとか、うんうんうん、腰までで結んで上に着たりとかって、うん、そういうなんか個性が出るからっていう風にして書かれてるね。そうですね。ね、前ジップを開けるのか、うん、あの片方だけにしてるのか、止めてるのかね。うん、すごい作業着系だ。いろいろバリエーションがあるよね。うん、これ確かに好きですよね。女子こういう作業着って好きなんですか、ね。つなぎ好きなんですね。自分でも着たりしてる人よく見ますもん、マジで。ああ、うん、女子のつなぎいいですよね。いいね。アラレちゃんもいいしね。可愛い、可愛い、可愛いんですよ。ね、なんか。ね、今度はダイキもいるからね。ダイキの3人で、ね。絶対ダイキちゃん似合いますよ。ね、ダイキちっちゃいから可愛い。つなぎ似合いそうだね。絶対似合うでしょ、もう。もう勝ちましたよ、これ、ね、つなぎだったらなんか用意できそうだな。そうだね、簡単にそうですよね、うんうん、これなんか色を例えば分けるとしたら、はあ、誰が何色ですか。なんだろう、つなぎって色、いろいろあるバラエティとかであるじゃないですか。そうそう、青から黄色と緑からさ、テーマカラーがタスク赤、赤、赤ですか。これなんか熱血、うん、熱血なイメージがあるから赤。そうですね、俺も確かにあのまっすぐしか行けないみたいな。他の企画でも赤着てましたね、確かに。本当、でも役的には緑が多いんですけどね。へえ、緑なんだ。役的にはもう超緑多いですよ。なんか本当緑髪の、だからゲームの、ゲームのまあ某キャラクター言っていいのか、夢色キャストでね、緑色の役やってるから、ね、そうですね、生駒もグリーンだし、おー、うん、あれちょっと男気キャラって黄色なのかな、色やっぱり。どうなんですかね、まあ熱血系は赤なんですね。赤ですかね、やっぱり。そうなると、そうだね、うん、ちなみにじゃあ世の中さんは青、青ほらピンク、ピンクピンクじゃないんだよ。ピンクはね、大輝に来てほしいよね。いやー、俺ピンク大輝に超来てほしいもん。会社 OK かなー。いやーでもー、でしょ、あ、確かピンク、ピンク、大輝がピンク嫌だって言ったら俺がピンク嫌だ。いやもう世永さんしかももはやピンク着れないですよね。でも確かにね、もう、あ、ちなみに青と思った意見は、青と思った意見、なんかなんかすごい青のイメージあるの、なんでだろう。もう多分いろんなところで青のやってるからですよね。青の身につけてるのも青だし、そう、なんかすごいそういうイメージがある。キャラ的には全然クールでもなんでもないんだよね。なるほど。青、ちなみに世永さん自分が好きな色着れるんだったら何色がいいですか。でも青になっちゃうのか、青か黄色かな。青か黄色、黄色もいいですよね、うん、黄色も好き。黄色着てんのはあんまないかもね。
黄色はあんまり確かに。キャラクターは黄色が多いんだけど、自分が黄色着ることはあんまないかも。あ、3人でやってるやつもだって黄色でかい人が着てるからさ。あ、じゃあ、でかい人。あえての黄色を着てみたいですね。僕はね、パッと見たとき黄色が似合うかなイメージでした。ちょっと明るい色かなって思ったんで、あ、じゃあ黄色見てみたいです。あんまないかもね。黄色着てみる。じゃあ、あの、大輝くんは大輝くん着せたいでしょ。着せたいだけじゃないですかよ、うん、でも逆にあのグリーンとかあんま見たことないかも。グリーン、大輝のグリーンっぽいですけどね、なんか山下さん。あ、でもなんかずっとアイコンが肉だからか、やっぱ赤も合いそうなんだよな。色、うん、色全然やばい。肉色なんだろう。あと色的に何の色なんですか、山下さん。白とかシルバーとか金とか。ブラック、白、シルバーは。ブラック。じゃあなんか面白い点なんで、これちょっと採用するかどうかはそうですね、ひとまず置いといて、うんうん、なんかもしよかったらこれもちょっと候補として考えていければなと思います。そうですね、今までなかったね。はい、じゃあ、リナさんでしたかね。リナさんですね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ続きまして、うん、じゃあこちらはタスコミ読んでもらって。はい、わかりました。うん、なりゆきネーム、はなちゃんからいただきました。ありがとうございます。畑中さん、よながさん、安本さん、マッキーさん、こんにちは。安本さんって誰だ。名前間違ってますよ。竹本さんですね。これ竹本さんですね。僕も安本ですよ。始まった当初よりいつも欠かさず、聞かせていただいてます、始まった当初よりいつも欠かさず聞かせていただいてます。ありがとう。毎回何回聞いても飽きないくらい楽しいし、笑わせてもらって元気をもらってます。キャストが着る衣装案なのですが、すごく悩んだ結果、私の大好きな石油王の格好をしてほしいと思いました。どんな格好。石油王ってあれなんじゃないですか。アラブのあのなんかマントみたいな、ちょっとシャラシャラしてる感じ、うん、ふわふわしてる。燃えないし、イケてるかわからないけど石油王はモテます、うん、他にもいろいろ考えたんですが、これが一番の明暗でした、うん、でそれではファンミーティング4夜もめちゃくちゃ楽しみにしてますとのことでした。お、意外な切り口から来ましたね。石油王、石油王ファンは初めて聞きましたね、うん、アラブっぽいとこは確かに。でもいいよね。そうですね、俺も好きよ、アラブっぽいとこ。アラブ系のファッションは確かやったことないかもしれないですね、うん、やってみたら違うかもしれない。売ってるのかな。どうなんでしょうね。ターバン巻けばいいんじゃないですか。でもターバンっていうか、あのなんかね、白い布とこんなね、そっち女性じゃないですか、それ。いやいや、男の人も、男の人もなんかその、あの帽子じゃない。俺なんかもう、もっと巻くのを考えてました。もっと巻くやつ。なんかそれインドじゃねえ。あ、インドか。え、もっと巻いて、顔も巻くやつみたいな。もうちょっと薄いやつでパーって降りてる。そう、アラブ系の、うん、それがアラブ系なんですね。石油をね、石油王でもなんかじゃあステージ上にな、あのちょっとこうひょうみたいな、こうトラがこうベローンってなったやつ。ああ、やってみたいですね。あとラクダも用意してる。ラクダ用意できるんですね。絵描いといて、絵で描いといてね。もうお客さんのところにゆっくり降りていっても、僕らどうしようもないですからね。誰かがラクダになるんじゃない。そう、いや、マジかよ。多分俺だよ。マジかよ。俺しかいないよ。どんどん来たいとこから、もっと来たいとこから。だってこの前もう寸劇参加しましたからね。もう行ったじゃないですか、もうね。え、でも石油王いいね。確か面白いかもしれないね。じゃあちょっとバックも行っても置いておきましょう。はいはいはい。続きまして、ヨナさん、お願いします。なりゆきネーム、ヨシピーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ヨナさん、畑中さん、スタッフさん、こんばんは。こんばんは。いつもドキドキしながら楽しく拝見しています、うん。お便りのコーナーがあったので、早速メールさせていただきました。ありがとう。お二人は、女の子のどんなところにドキッとしますか。何、仕草やパーツなど、お二人のフェチの部分をお聞かせいただければ嬉しいですと。うん。うん。あ、僕はもう髪かけが出る瞬間なんですかね。あー、でも分かるよ。ラーメン食べてほしいですね。どういう髪のかき上げ方。いや、もう本当になんか意味もなくかき上げるんじゃなくて、意味があるかき上げが好きなんですよ。意味もなくかき上げる。だからあのどういう感じ。もうだからラーメン食べててこうちょっとスープに髪の毛当たりそうになって、もうラーメン食べながらですよ、それも必死にラーメンを食べながらってかき上げる。あ、ラーメン必死に食べてて、でもラーメンに目的が向いてるんだけど、でも髪切りになっちゃうのねっていうのが可愛い。超可愛い。マニアックだな。マニアックだね。
細かすぎて伝わらない。もう本当ね、そういう人見るとキュンキュンしちゃう外で。で逆も逆もあどうそうそうなんだね。大体見てるとこうポロって出てくると。もうすぐすぐこのラーメンのためだけに集中しててほしい。そ, それは他の食べ物でもラーメンだけなの。んでもラーメン。ラーメンに限るんだ。やっぱ ラーメンをすすってるほしいんですよ。おそばずっとおそばとか。おそばな。おそばもおそばだったらどうなの。いやおそばもありですよ。ただなんかラーメンの方が迫力あるんですよやっぱり。あのうわーっすってるんで。うわーっすってる時にかかっちゃった邪魔だよみたいな、そういうのが好き。どの地域の人よ。すごいね。これが好きですね。ゆうらんかさんどうですか。俺最近だから、まあ、それ髪かき上げるのもすごい好きなんだけど、髪かき上げるのでもこう、うん、こっちからこう、これ取ってたね。あ、こう外側からね。ね、うわうわ。俺はこう垂れるの嫌いだから、こう持ってきたやつをここでこうゴムをここに持ち上げて、うわうわうわ。こうやって結んで、やるし。まあ、細かい。あと落ちたこう物を綺麗に拾うしと。あーなるほど、もうこうやってザッてスッてこうスッてこう取る。あーまあ後事故も可愛いんだけどね。あってなるのも可愛い。いいですけど、あの足のこの斜めさ崩さないみたいな。そうちょっとキュッてなってるやつ。あらららら、キュッてなってたまりませんね、うん、たまりません。そういうのが好きです。僕も好きですそれ。あー好き。独特のなんかエロティシズムがあるじゃん。うんなんかこうね、よくこう OL さんとかもそうだけどさ、いやもうなんかこうタイツじゃないけどさ、あのストッキングを履いたこうね足でこうやって拾うとか見るとちょっとドキッとする、ね、あ、じゃあ湯中さんもあからさまはあんまり苦手なタイプですもんね、うん、絶対僕も苦手なタイプですあからさまじゃないんだやっぱり、うん、そう天然がいいんですね、うん、ね、結構いろいろとね実はそういうのがありますけど、まあ、これはちょっとまた今後も話していきましょうかね、うん、そうですね。はい、結構ね、はい、ちょっと今日いくつかメールありましたがですね、はい、まあ、どれが採用されるかはちょっとまだ、うん、当日になってみないと分かりませんが、そうですね、はい、皆さんちょっとお楽しみにしていただければなと思います、うん、よろしくお願いします、はい、はい、どんどんもこういうのをメール募集してますので、ね、はい、どんどんいただければなと思っております、うん、お願いします。というところで、はい、はい、なりゆきメールのコーナーでした。はい、はい、続いて2回行きましょう。そうですね、うん、2回もまたヤバそうだな。2階のいっぱい、いやもう欲しいものだらけだと。ヤバいよ、買っちゃうよ。2階にもあるじゃない、整理ダンスとか書いてある、ね、あ本当ですね。もしかしたら横長の整理ダンスみたいなのがあるかもしれないですね。あ、これはやばいとこや。それ出したらキリないやつだ。なるほどなるほど、こういうの起きてえな、マジで起きてえ。だってこのラップも1万円。え、嘘、ほんま、ほんとだ。え、これ1段だけじゃなくて、1段じゃない、これ5段になってて、うん、すげえ。安い。え、ほんとにタスクさん、こういうほらリクライニングソファ。タスクさん、ほらまた座ってごらんなさいよ。ソファ、ソファーフロア、ソファー、ここら辺。こっちいいなぁ。ちょっとさ、やっぱ柔らかいで、さっきよりちょっとお高いですね。いい、1万円。あ、これでもいいよ。本当にすごいよ。これすげえいいな。あー、どうしよう。ソファーも欲しくなってくるでしょ、ね、欲しくなってきちゃいますけど。でもちょっとさすがに置けるところがないので、ちょっとサイドテーブルを買いたいですね。まあ順路に沿ってちょっと行ってみましょうか。そうですね。どこだ？あ、この辺じゃないですかね。あ、こういうのですかね。うん。ちょっと低いな。ベッドってどのくらいの高さなんですか？ベッドは多分60センチぐらいの高さなんですよね。あ、なるほど。だからこれぐらいかな。これよりちょっと高いぐらいですかね。ちょっと高いぐらいですね。うん、確かにちょっと低いですかね。低いんですよね。ちょっと低いな。これもね、これも、低いな。低いですね。54とかなんでね、惜しい。これはでもでかいですもんね。ちょっと、ね、幅として大きすぎますね。もうちょっと高かったらいいな。これは確かに高かったらいいな。これこういうのでもっと高いのが欲しいですよ。まあ、ちょうどベッドと同じぐらいの高さになっちゃいますけどね。だとしたらもう今のミニテーブルで足りるなっていう感じか。横に置けるサイドテーブルって結構少ないないか。
だって大体サイドテーブルってこういう床に座って横とかでこうやったりするとか、こういう高くて多分本当にさっき多分見てたと思うけど、これぐらいが多分限界じゃねえかな。え、あのベッドからですか。そう、これ一回なんかベッドの横に持ってってみます。持ってって大丈夫ですか。どのくらいの高さなのか。ベッドの高さどれぐらいあるの。ベッドの高ささっきあそこにあったぐらいなんですよね。あ、結構高いんですよね。あ、こっちの方がなんかこれ55センチ高さ、うん、こっち買うんだったらこっちなんですよね。ほうほうほう、持ってってみたりします。これ持ってっていいのかな。ちょっと一回見せても、うん、いいんじゃない。あ、そこは持っちゃった。壊れちゃった。こっち、あっち側のあれぐらいってことですか。多分収納ベッドがあるんですよ。しかもあ、下に入るから結構高いってことなんですね。高いです。こんぐらいだな。あの、よいしょ。ああ。あ、こういう収納なんですね。いけなくはない。あ、そこにもありますけど、もうちょっと高いんですよね。でもね、これな、こんぐらい、こんぐらいかな。結構な高さの買ったんだ ね、あんた。下に収納があるからみたいな話ですね。それ以外にでもサイドボードっぽいのはでも売ってませんからね。ひとまずちょっとおかけしてみますか。はい、はい、というところで、うんうん、買っちゃいました。買っちゃいましたね。家具を買う。ま、すごい。でも結構なんか思ったよりも買ったというか、なんというか思ったよりも必要だったというか、なんというか。そうだね、まあ、そうですね。買えないか、ね、なんか買おうとしてたものはなかったけど、でもいろいろ買っちゃいましたよね。いろいろ買っちゃいましたね、うん、家具屋に入ったら割とあれもこれも欲しくなるもんですね。はい、ということで1万9000ほどで済みました。そうですね、うん、はい、やっぱ安い、うん、安かった。あんだけ買って、うん、だってカートいっぱい分 ね買いましたね。買いましたよ、買ったのに。安いわ、これは安いっすわ。ね、まあ満足したところで、どうでしたか今日は。いや、でも本当に結構充実したというか、なんというか、なんだろう、家具屋ってやっぱいいんだね、うん、いや普通に、ごめんなさい、マイク回ってることを忘れて、普通に選んで普通に買ってっていうようなね。いやいや、なんかね、あのタスクの家をこうみんなでさ、うん、コーディネートじゃないけどもさ、うん、いやでも今日のでだいぶおしゃれになりましたよ。なんか、ね、生活感丸出しだったんですけど、これね、意外とついてみたらほとんど入んなかったら面白い。いやもう本当に嫌だ。それが一番嫌だ。大丈夫ですよ。場所取るのってそんなにないんじゃないですか、うん、ゴミ箱とかぐらいじゃないですか ね、多分大丈夫だと思うんで楽しみです。ちょっとね、届いてからのタスクの家がどうなるのか、ちょっとね。確かに。じゃあまた来てください皆さんで、はい、まだ安くの家で引っ越し祝いもしてませんからね。そうですね、カルーアミルクだったらあります。楽しみですね。断ることに、じゃあいつもの場所でみたいな感じで。場所、俺んちいつもの場所になるのか。わかりました。あの合鍵みんなもらっといて、ね、いやすごいな。これちゃんと防音なのかな。ガンガンガンと結構合鍵高いですよね。しかもね、合鍵ちょっと3本用意していただいて。3本用意して、わかりました。夜長さんあたりいろいろ買い物してきて来ちゃった。そう、来ちゃったって。買い物して来ちゃったって。それもうみんな荷物置きもういるかもしれない。もう料理ができてるかもしれない。できて、あ、それいいですね。それ最高じゃないですか。もう最高だわ。はい、っていうようなこともね、今後あるかもしれませんね。はい、楽しみです。ちょっとね、まあ充実したあの、うん、ね、今後あの一人暮らしがね、はい、スタートしたというところで、うん、楽しみです。はい、ね、初めてですよね、一人暮らしは。初めてですね。まあちょっと皆さんで応援していければなと。ありがとうございます。見守っていただければ、ね、ありがとうございます、ね、勝手に一人暮らししたけど一人暮らしだけど次ね、もし引っ越す機会があればその時は、ね、そうですね、次次来年来年来年あたり選びに、はい、頑張ります、うん、はい、よろしいでしょうか。はい、はいはい、というところで締めさせていただければと思います。はい、ということで、ここまでのお相手は与永翼と畑中タスクでした。じゃあ皆さん、バイバイ。バイバイ。